日本愛知県名古屋市畜作格王山格王山とは愛知県名古屋市畜作にある格王山日大寺を中心として広がる地域を言う。格王山日大寺格王山地区はシャム国国王ラマ5世から日本国民に寄贈された1898年仏教、開祖、釈迦の遺骨仏車利を安置するため1904年に創建された 格王山日明寺と共に開発が進んだその周辺地区を指し、その3号にちなんでこの名称で呼ばれるようになった。正式な町名で格王山がつくのは格王山通沿いの一区域のみで、その他の地域は正式な地名としては格王山はついていないが、地下鉄の格王山駅や山和町を中心とする格王山商店街のようにこの地区を表す名称として使われ、 定着している。よう輝きそう1904年の格王山日明寺の創建と同年にその3号にちなんで格王山通りの地名が誕生し寺の門前町も格王山の商店街と呼ばれるようになった。また格王山日明寺の隣接地に松坂屋の前身でもある株式会社伊藤五福店の初代社長 伊藤次郎左衛門郵民が別宅上げ秋田草を創建するなど、周辺地域は別宅地として発展し、名古屋市有数の高級住宅街としても知られる。1963年の地下鉄東山、旋回通時に、角尾山駅が誕生し、当地区の名称として、角尾山が一層定着することになった。角尾山駅周辺。ありがとうございます。